めんなさい、内容に入る前に一つだけ大切なお知らせがございます。この度ですね、新しくサブチャンネル的なノリのねアカウントを開設させていただきました。こっちのチャンネルではですね、こうメインチャンネルでこう上げないような比較的真面目にやってる、COD とかの FPS とかの動画を、不定期で更新していくつもりです。他にもねラジオ動画とかを上げたりもするので、まあ、概要欄に、チャンネルのリンク貼っておきますので、皆さん登録の方よろしくお願いします。はい、いきなり宣伝ごめんなさい、キモいですね、すいません、消えます、さよなら。はい、今ですね、あの本当の本当に緊急で動画を回しております。いやちょっと正直ね、今勢いで動画撮ってる部分はあるので、まあいまいちこう話がまとまっていないところはあるとは思うんですけど、あのご理解しろ。あの単刀直入に言うとですね、僕のチャンネルで上げた七森さんの動画が、削除されてしまいました。おめでとう。ちょっと待って、本当にやばいんだけど。いや、俺多分 YouTube やってきてるから初めて動画消されたんだけど、ガチで。いや、ちょっといろいろとね、まあ、ことの経緯であったりとか、まあ、これからの活動についてもね、まあ、ちょっとお話ししていこうかなというふうに思って、今、撮らせてもらっているんですけど、まずですね、ことの経緯からお話ししていくんですけど、まあ、数週間前ぐらいかな、話題になっておりました、七森さんの不倫問題ってあったじゃないですか。まあ、そちらの件をですね、僕のチャンネルでも取り上げまして、もう合計3本くらい上げたのかな。で、中にはね、こう、10万再生以上いってるものも、あるんですけど、全部消されました。じゃあなぜ消されたのかという理由なんですけど、まあ、その動画をね見てたよっていう人はわかると思うんですけど、別にはこう僕七森さんをなんかガチ叩きするっていう行為は1ミリもしてなかったんですよ。むしろなんか僕七森さんの親友なんで、なんか七森を救いたいですみたいな、なんかどこぞのなんかボビオロゴンの妹ですみたいな、なんか謎のキャラ設定を設けて動画を上げさせてもらってたんですよね。ガチ叩きをしていないのにもかかわらず、なぜ消されてしまったのか、察しのいい方だったらもうすでにお気づきかもしれません。はい、著作権侵害で消されました。拍手。もうやだ。それもですね、こう僕が夜寝てる時にですよ、なんか深夜の2時とかだったかな、こうなんか携帯に通知が来てさ、なんかなんだよ、うっせえな、画面割るぞと思いつつもね、こうなんかおもむろに画面をパッと見たら、なんか僕のセフレである YouTube くんからね、なんかメールが来てて、なんだこれと思って、あ、セックスかと思ってね、見たら、はい、どうもこちら。うん、わかりました。くーってなるか、お前。なるか、お前。嘘でしょと思って、なんか、急いでこう、ブワーパソコン起動して消された動画見に行ったら、まあ、案の定本当に消えてんのよ。でもね、これどうやら僕だけじゃなくて、てかほとんどの人がですね、七森さんを取り上げた動画が一斉にこう削除されてたっぽくて、で、ストーリーさんからしたらね、なんか、いや、ようやくこれで全部、なんか七森を勝手に取り上げてる動画消せたわ、みたいな、お前ら小銭稼ぎしすぎだろ、みたいな、こうなってるさなか、もう唯一俺の動画だけ残ってるのを見て、あ、なんだこのクソ動画はっつって、こう速攻で削除申請出したんだろうね。なんかまた、多分、それまで僕の動画に気づいてなかったと思うんですよ。周りは消されてるのに、僕が最後の最後まで残っていたんでね、無駄に。で、やっぱこれ、誰が悪いかって言ったら、まあ、100%、僕が悪いじゃないですか。で、まあ、一応ね、こう、ビジネスメールの方にもさ、こう、謝罪メールをね、入れておいたんですけど、でも、こう、なんか、裏でさ、なんか、謝るだけってのも、なんか嫌だし、こういう表の動画上でもさ、勝手に取り上げたんだったら、そこはもう責任持って、まあ、最後までね、まあ、しっかりと謝罪しておきたいなということで、謝罪させていただきます。この度は勝手にストッピーさんのイラスト画像を使用してしまい、誠に申し訳ありません。ストッピーさんの本当に申し訳ございませんでした。いやでもね、これは僕の中でまあいい機会になったじゃないですけど、この動画の作りをね、まあ、改めて考え直すことができたんですよ。今まではね、なんか画像を使う際もさ、なんかもうたった1本のさ、こう黒線しか使ってなかったんですよ。もう例えば、はい、もうこれ正金さんなんですけど、ちょっとこちらのね、とある大人気 YouTuber さんのお写真を使わせてもらってるんですけど、これモザイクね、まあ、一応かけてるけど、じゃあこれ誰ですかって言ったら、もうこれ正金だよね。今までね、こんな感じでも簡単に誰かが分かってしまうようなモザイクしかしてなかったもんですから、まあ、今回のね、まあ、ストッパーさんによるその動画削除申請の件もね、なんかまあ改めて僕が悪かったんだなというふうに痛感いたしました。で、これからの活動についてなんですけど、じゃあこれ誰かがね、まあ、炎上してもう取り上げないのかと言われたら、取り上げます。はい、普通にそれは取り上げさせていただきますよ。いやだってさ、こう問題なのはさ、取り上げたことでもなく、悪口を言っていたからとかでもなく、モザイクの薄い画像を使っていたことが問題なわけじゃないですか。まあ、だから今後はね、もうなんかもう誰が誰かが分かんないぐらいの強いモザイクだったりとか、まあ、できるだけこう画像を使う頻度を下げるとかで、まあ、ちょっと対策していこうかなというふうに思っております。じゃあ例えばね、こうハセシンさんが炎上したとするじゃないですか。でなんか僕がハセシンさんの動画をいつも通り取り上げて、全く誰か分かんないぐらいのモザイクをかけてかけてかけてかけた結果、実は中身がヒカキンさんだったみたいな、そんなパターンももしかしたら今後あるんじゃないかなというふうに思ったりするんですけども。いやでもさ、個人的に今
今回の件ですごい嫌だなって思うのは、なんかあの YouTube スタジオっていうね、まあ、投稿者にしか見れないこうチャンネルのデータみたいなのが見れるサイトがあるんですけど、あのそれを開くたびにチャンネルの違反回数って出るのがすごい嫌だ。もうあれ嫌だわ、クソやだマジで。なんかもう本当なんか俺はそういえばなんかペナルティを受けてしまってるんだなってなるから、もう本当これだけ消してほしい。だってこれみんなからしてみればさ、例えばね、なんかもうエッチな動画を見てる時にさ、なんかもう、ね、動画のなんか両端にさ小池理子の広告とか貼ってあったらなんか嫌でしょ。もうそれと同じようなもんですよ。改めてね、こう謝罪をさせていただきますけども、まあ、今回はね、まあ、ストッピー様、そしてナナモリ様、そしてね、ストッピーのリスナーの方々、この度はご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした。すいません。うん。YouTube スタジオのやつだけ消してくんないか。